本日幹事を務めさせていただいております松本と申します。よろしくお願いします。私は昨年の7月から上海に行っておりまして、それから幹事を務めさせていただいております。まあ、和歌山県人会、今全体で名簿上は50人ぐらいいまして、大体いつも20人ぐらい集まってこんな感じで県人会を開かせていただいております。それで、まあ、帰られる方もいらっしゃるんですけれども、来られる方もいらっしゃるということで、どんどん新しいメンバーが入ってこられているところで、いろんなつながりを増やしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。